どうも、赤星、赤星、赤星もしもしてねー、はい、今回ですね、あのモーメン、ヒノブタ、はい、本店本店ね、本店来てまして、はい、4周年ということで、本店の4周年祭ということで、12杯ですね、チーム戦で食べて、優勝を目指すと、優勝すると、なんと豚がお土産でもらえるという、あ、これはもらうしかないですね、もらえるということでね、その参加チームの B チームが我々だということで、そうなんですよ、あちら、ガーッと映していただいて。いらっしゃいますけども、もうすでに店員さんから言われましたけども、ね、我々が最弱らしいです、はい、ちょっとチームが私らだけだと弱すぎるんでピンチヒッターということでですね、はい、一般参加の方の入ってもらいました。ちょっと今回こちらの方々です。お願いします。お願いします。ネギシさんと、はい、栗林さんです。クリリンです。クリリン、あね、そういう感じですか。結構食べられるんですか。いっぱいはいけます。いっぱい無理って言われたらどうしようかと思いましたよね。ちょっとね。そうだ、まずは最初我々2人がちょっと食べて、デフォでいきます僕らが、はい、いきますんで、ローテーションで頑張るぞ。はい、これから今あのラーメン待ちということで、はい、さあこちら移していただいて、マックス鈴木さんです。どうも、初めましてマックス鈴木申します。はい、すいません、もう隣で食べさせていただいて大変恐縮でございます。とんでもないです。光栄です、本当に。とんでもないです。最大でどんぐらいきこう量っていけるんですか。ラーメン、ラーメン、そうですね、まあ、先日の拝見させていただきましたけど35でしたっけ。ああ、ラーメン、アイス、はい、あれはちょっと一応公式な記録では、でもあれかなり食べやすい具がほとんどなかったんで。ああ、なるほどなるほどなるほど。でも多分本気出せば多分200杯ぐらい。マジっすか。やっぱボケってあんま慣れてないやるもんじゃないですか。それいけちゃうのかな。そうですね、それでいけるわけない。わっ、来ました。スピード勝負が気がするぞ。なるほど、これは、なるほど、はい、どうぞ通ります。なるほどね、はい、あ、これスピードっすね。これスピードっすね。それでは皆さん行きますよ。はい、よーい、スタート。やばい、超うまい。しょっぱさ半端ない。うまいだこれ。ガチだ。ガチで食って。塩加減半端じゃないっす。半端じゃないっす。これスープは飲むんですか。スープは飲まなくていいです。お手口だけで。え？もう食った。早っ。はい、わかりました。はい、よいしょ。はい、なんで？あっ、おぶたん、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。うまっ。いいんですよ。食べ終わりました。早い早い。そして栗林さんも。ごちそうさまでした。あ、ここでカメラマンの、これカメラマンがガンデン、ガンデン参戦、ガンデン参戦チャンスです。これチェックしました。2杯です。マシマシさん2杯、はいはいはい、最高。さあ一斉到達しましたね。
さあここで顔伝が始まっております。さあ僕は2杯目です。いきます。で赤星が2杯目だからいきます。タッチします。首そんな揺らす。とても美味しい。湯気すごい。間違いがあったときは指摘してください。指摘してください。間違いがあるから。すごい。はい、すいません。え？いや余裕すぎませんか？これが、ね、一番効率いいんですよ。あ、そうなんですか。フーフーしすぎると脳に空気がなくなって酸欠になるので。あ、そうなんですか。結構実は理にかなったやり方なんです。外気で冷ますのがいいそうです。折り返しが2キーもあります。あ、ガンデン完食。じゃあ1個あげます。はい、赤星も完食。後輩のユッキーです。どうもユッキーです。お邪魔します。来ました。あ、ちゃんと行こう。もう野菜ないから。早いね。ダブルダブルマックスダブル食いです。マックスダブル食い、すごい。さっきまでは前菜みたいなことをおっしゃってたのに準備ボードが終わったらしいです。ユッキー2杯目連続です。ユッキー2杯目か。ユッキーのせいで器が小さく見えるぞ。おもりじゃないですかねこれ。はい、いった。 おかわりお願いします。あら、こちらもおかわり2つお願いします。あ、届きました。もう来た。熱いんで。あ、来て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 。うわ、これ豚です。ぶっちゃけからでいいですか。あ、はいはい。お腹いっぱい。え？何をしたる？ちょっと3杯組マックス3杯組ね。3杯組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 優勝優勝はマック優勝軍団の可能性がやばいですよ。一もあるやばい。その一杯がめっちゃ遅い可能性もあるですね。確かに秘密兵器出していいですか。秘密兵器え、なんだよ。やばい、何か一周組んだから。え？マジか。味変のレベル超えてるよこれ。確かにしょっぱいもんに甘いもん組み合わせて交互にいくとね。別腹なんで。大体別腹って食後の話だけどね。確かにもう食べ終わっちゃう。僕の手と同じぐらいですね。今始まってね30分ぐらいですけども、二郎系のマシマシ1杯で30分かかることもまあなきにしもあらずなんですね。1人だからな。マックス8まで来ました。98。これも僕ね、最初1回目だったんで、だいぶ運動してたんで、ね、あ、なるほどね、はい、してると思います。いけるか、はい、11杯目、11杯目、マックスが9杯目帽子で全然食べてる。帽子そうだ、ミが帽子で食べてるとこが一切見つからない。失礼しませんよね、帽子で隠して。あ、なるほどね。マックスさんがこれともう1杯あ、残った、たくさんいた。ここだ、ここだ、これがラストか、うちは。これがラスト。ニンニクでも入れたい。ニンニクでか。マックスさん、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 おい裏切り者だ。メンタルが諦めないのいいな。メンタル削られますよ。たくさんギブアップするなら、あと2杯を皆さん食べてない方、食べれる方。ギブアップ、ギブアップ。はい、じゃあマックさんの目の前で食べれる権利。あ、はい、ごめんなさい、食べたい人いますか。申し訳ないですけど、じゃんけんしてください。じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。これ決まる？さあ、決まる。決まる。バレバレバレ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、二名。これ僕はロシア人だよ。これはめちゃめちゃもう蚊帳の外。蚊帳の外もう食べ終わるのに食べ終わるのに
言っときますけど、負けねえぞ。いつの間にかもう3位決まってますから、これ。いつの間にか3位決まってますよ、もう。あら、よろしくお願いします。よろしく。これ僕の走り違ったんで。こんなも本当に光栄ですもん。多分これが本来日の豚さんである光景なんですよ。普通に食べるっていう。何枚いきますか。2回で限界ですね。うっそね。本当ですよ。セーフ。何枚いきますか。2回で限界です。うっそね。ごめんなさい。チレッと、チレッと終わっております。赤本さん、頑張ります。惜しかったです。いただきます。一応3杯は、はい、二郎系3杯ですかね。いや確かに、人生初よ。ラーメン自体3杯、まあ、今年に来てる。そう確かに僕も2位行きました。いやでも達成したのすごいよ。やっぱこういう機会だから高めさせるのかな。あ自分を、ね、あゲスト来たんで。あ来たんで来たんで主役。お土産持ってきちゃった。お土産すごい豚がね。うわお土産ラーメンです。これ、はい、フュージョンのお土産置いちゃうんですか。置くんですか。置くんですか。置いちゃうんです。置いてるから。置いてるから。スープと麺と、はい、マーボー。いや、たまらないですよ、ここに置くこれマーボーですね。あったらいいね。あったらいいね。これがチャーシュー。うわ、お土産買ってらっしゃる。すごい。すごい。いやちょっといらっしゃらなかったら、本当に最下位でした。もう一言、ネギさんはちょっと帰っちゃったから。お先にね。ちょっと帰ってしまったけど、お話しする前に。そうですね。誰か企画があったらですね、精力的に参加したいと思います。はい。今回は方面ひろぶたからでした。ことです。